マッシモ・ボニーには、サンマリの出身の元サッカー選手。サンマリの代表である。ポジションはミッドフィールダー。ユベントスでは296試合に出場して6得点を決めた。3回のスクレット、1回のコッパイタリア獲得、1回の UEFA チャンピオンズカップ獲得、1回の UEFA カップビィーナーズカップ獲得、1回の UEFA スーパーカップ獲得。 一回のインターコンチネンタルカップ獲得に貢献した。彼はビッグイヤーを掲げた唯一のサンマリノ人サッカー選手である。また世界的なスポーツ大会で優勝した経験がある。サンマリノ人選手はボニーにとバイク競技のマヌエル・ポジアーリのみである。1990年までサンマリノサッカー協会は UEFA に公式には認知されていなかった。 サンマリノ人選手はイタリア人選手とみなされていたのである。この理由で、ボニーにはイタリアサッカー連盟からプレーする権利を与えられ、実際にイタリアユマイナス21代表でプレーした。しかし彼はサンマリノ市民権を放棄することを拒み続け、1990年にサンマリノ代表が発足するまで待った。1995年までに19試合に出場した。 引退後は、しワしの相田さんまりの代表監督を務めた。ありがとうございます。